こんばんは、シエルです。今日もフラディッシュの練習をしていきたいと思います。今日はエッジプレイングカーズです。ステージマジックの練習方法を教えてくださいというコメントがあったので、今日はそれについてお話をしていきたいなと思うんですけど、演目とかも決まっているっていう状況でっていうことですかね。私の場合は、お家に鏡があるんですけど、全身鏡、その前でやっているっていうことと、最初はいいんですけど、慣れてきたら衣装着てやってみる。あとはステージって広いじゃないですか。クロスアップとか、テーブルホッピングとかよりも結構広い空間を使うので、その距離感を把握するために、例えばマジック道具を置くテーブルがあったとしたら、そういうのも一応ちゃんとセットしてみて、マジシャンがどこに立って、そのテーブルがどれぐらいの距離にあって、あとはステバッグ、物を処理とかするときにそれがどこにあるのかみたいな感じで、その感覚をつかむためにしっかりとセットして距離感をちょっと見て練習してみると良いのかなと思います。もうそこら辺にあるテーブルとかに置いてこうやって練習とかやってて、いざやっぱ本番になった時に思ったよりスムーズにいかないななんて本番で思ったりとかすることもあるので、やっぱりその道具の位置みたいな部分をしっかり把握して、どれだけの距離があるとかっていうのをしっかりこう体でこう覚えておくと良いかなと思います。あとサイレントマジックの場合、今音楽に合わせたマジックですけど、練習してる時よりも多分ね、緊張のせいか結構早くなってしまうことって多いと思うんですよ。私がそうなんですけど、なんか音楽とか聴いてやってるつもりがどんどん早まっていっちゃって、最後曲が余っちゃうみたいなことが多いので、なんか練習の時にしっかりとこう音楽に合わせてこうタイミングをつかむ、で本番の時にこう焦らないっていうのをね、ちょっと心がけると良いかなと思います。ただこれ難しいのが、あんまりカツカツの曲のタイミングでなんかネタを突っ込みすぎちゃっても、本番で何かがあった時にちょっと遅れちゃうと全部ずれていっちゃうっていうこともあるので、サイレントマジックはやっぱその音楽に合わせてやる分、そこら辺が難しいのかなと思いますね。いかにたくさん練習をしてこう体になじませるのかなのかなと思いますね。私の場合ね、結構昔リングやった時にやっぱ1個手順が狂ったら、もうね、その後できなくなっちゃうんだよね。はい、なのでサイレントはすごい難しいなと今でも思うんですけど、フォークマジックの場合はその客上げ、お客さんを上げるマジックだったら客上げのところのタイミングもこう測っとかなくてはいけないのと、思っている以上にマジックショーの時にお客さんと掛け合いをしていると時間が過ぎてしまっていることがあるので、そのあたりも計算しながら練習して、時間配分を決めると良いのかなと思います。あとトークマジックも結構マジックやり始めたばかりの人とかだと焦っちゃってね、トークとかもこうどんどん早くなってきちゃって、なんか最後時間余っちゃうなんて聞いたこともあるのでね、そのあたりはもう本番こなさなきゃね、学べない部分かもしれないですけど、でもやっぱりゆっくり話すとかっていうのを練習の時から心がけたりとかすると良いかなと思います。そうですね、あとは本当人に見せる、家族とか友達とか見てくれる機会があればやっぱ見せてみると、やっぱ緊張するじゃないですか、一人で練習してる時よりも。そうするとやっぱその緊張感から、あ、こうなるんだなっていうことが学べると思うので、とにかく人に見せたもん勝ちだと思います。できる人はやっぱ動画を撮ってみるのは良いかもですね。動画撮ってそれを見てみて、そこで改善していくみたいな感じが、なんかすぐね、自分のこう、欠点じゃないですけどダメなところが分かりやすいかなと思います。これは営業マジシャンあるあるなんですけど、マジックバーとか、あと自主公演とか、そういうところのイベントだと、皆さんマジックを見に来てるってお客さんたちだと思うんですけど、営業のほとんどは基本的にお客さんたちはマジックを見に来てるわけではないっていうところからスタートしているので、そこが仕事でやるには難しいところかなと思います。皆さんは違う目的でそこに集まってるっていうことが多いので、マジックを始めたところで誰も見ないとかっていう場合もあったりするので、そういう状況であっても、お客さんに見てもらえるようなショーを作らなくてはいけないので、やっぱりそこでね、練習をしててもその思い通りにいかないっていうことが結構あるんですよね。
いかにあのお客さんが見る姿勢じゃないところをこちらに注目してもらえるかっていうところになってくるので、最初にお客さんがこっちに注目してくれるような作り方をして、でそこからお客さんが見てくれるようになって、まあ、練習通り披露してっていう感じになってくると思うので、そこが営業の、まあ、ちょっと難しいところであり、逆にやっぱこう見てくれる人がいた時になんか嬉しいなとか達成感があったりとか、まあ、お客さんの言葉でねすごい救われて自信になって、まあ、勇気をもらえるというようなところが、まあ、マジシャンの良くもこう難しくもあるところかなと思います。まあそれはねもう本番でね経験して学んでいくしかないのかなと思うんですけど、とにかくステージマジックの練習方法はお家でできることといえば、まあ、鏡の前で練習をするっていうのと、まあ、できれば衣装を着てちょっとやってみること、あとはこういう距離感をしっかり把握しながら練習の時から感覚に気をつけて演じてみる、まあ、あとはトークのペースとかをやっぱ落ち着いて話すっていうところを意識しながらやってみるっていうところですかね。 あとは私もね何回か経験してるんですけど、練習の時って仕込みを結構甘くやっちゃうんだよね。何回もやっぱ繰り返してやるから結構甘い仕込みで練習を繰り返してって、でいざ本番になった時に本番前だけ念入りになんか仕込みをしちゃうの、なんか気合を入れすぎて、でそうすると練習の時と本番で仕込み方がちょっと違ったりして、例えばですけど、まあ、シルクの結び方、練習の時はすごいゆるゆるにねもう適当に結んでちゃちゃとかってやってたのに、本番前にすごいきっちりやりすぎちゃって本番で思ったよりなんかシルクの結び目がきついとかなんかいろいろあったりとか、そういうこともあるので、練習と本番で仕込み方を同じにするっていうのもポイントの一つかもしれません。はい、そんな感じでした。喋ってたんで全然フラリスの練習はしてませんでしたね。じゃあ今日はワームを、はい、ということで今日は全然練習もしないですけどここで終わりたいと思います。本日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また何か質問があったらコメントに書いてください。